こんにちは、フェルナンドの旅チャンネルにようこそ。4泊5日で神戸に行きました。目的はマリオット系のホテルに泊まるためです。エリート会員継続のためで本末転倒の旅です。詳しくはエリート会員継続の YouTube を見ていただければと思います。神戸の旅第1弾は2月7、8と神戸ベイシェラトンに泊まりました。この旅も YouTube にしてあります。第2弾の今回は21日が名古屋から神戸の移動です。22日は姫路城に行きました。23、24はホテルにこもっていました。25日は帰りがてら大阪の万博記念公園で遊びました。それではどうぞ。2月21日は名古屋から神戸に移動するだけです。とりあえず大阪を目指します。時間はあるので一番安い交通手段の近鉄の金券チケット1850円を購入します。近鉄急行で松阪方面に向かいます。伊勢中川で上本町方面に乗り換えます。13時48分発なので約50分の待ち時間があります。伊勢中川駅近辺には何もありません。ひたすら待つだけです。難波に到着し阪神線に乗り換えます。三宮方面に向かいます。魚崎で六甲アイランド線に乗り換えます。そしてシェラトンに到着しました。ここに4泊します。エリート会員の特典としてクラブラウンジが利用できます。夕方5時から7時はトワイライトタイムといって生ビールおつまみが提供されます。22日は姫路城を見学します。ここは別に YouTube を作るのでそちらをご覧ください。23、24はホテルでこもっていました。ぐずついていた天気でしたので出かけてもしょうがないかな。ホテルの5階にジムがあります。プールもあってクロールの練習をしていました。3階には天然温泉があります。そしてクラブラウンジでくつろぎます。外のスーパーでつまみとビールを買いました。六甲ライナーがライトアップされていてその向こうにホテルがあります。24日も1日ホテルです。マリオットのエリート会員なので朝食無料です。25日は一旦愛知県に帰ります。その途中で大阪の万博記念公園に寄ります。ホテルの朝食ですが今日は洋風にしました。ホテルからバスで阪急御影駅に向かいます。そして重曹南茨城と乗り継ぎます。万博記念公園に来ました。ここは別に YouTube を作るのでそちらをご覧ください。いかがでしたか。旅は
永遠に続きます。また次回お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。